ワク。えい、やったです。痛いですよ。待ってました。えい、余裕だね。大勝利。よっと、私一人で十分。注射器はいかがですか。ネップネップにしてやんよ。そっか、承諾しよう。ここで怪我の治療は任せるです。私でもできたです。ほいや、これが私の実力ってやつ。到着です。ここにネプネプが突き刺さっていたです。おお、我ながら見事な穴が開いてるよ。ネプネプ、何か思い出しましたか。ネプネプ、ネプネプは夜空から流星のごとく降ってきて、ここに突き刺さったです。まさしく流星、夜を切り裂いてって感じだね。そうです。どうしたのゴンパ、突然大声出したりして。もしかしたら近くにネプネプの手がかりになるものが落ちているかもしれないです。ネプネプ、何かなくなっているものはないですか。学生手帳でも保険証でも何でもいいです。いや、いくら私でも記憶喪失じゃ何がなくなってるとかわかるはずない。あったなくなってるものあったよ。本当ですか。それで、それは何ですか。うん、それはもちろん、もちろん私の記憶だよ。もしかして滑っちゃった。ネプネプ、こういう時にそういう冗談は良くないと思うです。あれってゴンパからのボケろってパスじゃなかったの。ネプネプのボケを置いておいて、とにかく手がかりが落ちてないかを探すです。この音は何です。ああ、なんだろう、嫌な予感がする。足元が崩れた。落ちるです。いたたたた、まさかこんな短い間にもう一回落ちるなんて。リメイクだと思って油断してたよ。そういえばコンパは、衝撃でコンパまで記憶喪失になったらどうしようかと思ったよ。ところでどこなんだろう、ここ。多分ですけど、さっきまでいた森の地下にある洞窟だと思うです。けどこんなところに洞窟があるなんて初耳です。なんかすごく不気味な感じがするよ。こんなの落ちてたんだけど、これなんだろう。なんでしょう。見たこともない形です。わかった、 RPG お約束の換気アイテムだよ、きっと。お店に売ったら何個くらいプリン買えるかな。
けないよね。待ってて、今助けるから。てやネプテューヌさんの攻撃、しかし効果はないようです。どうしよう、全然効いてないよ。てか今の解説何？てか誰？すみません、脅かすつもりはなかったのですが、つい。そういえばどこかで聞いたことがあるような気がするんだけど、もしかして私のお知り合い？私は司書イストワール。昨日ネプテューヌさんの夢の中でお話をさせていただきました。そうそう、思い出したよ。夢の中に出てきた天の声さんだ。てかあれって夢じゃなかったの？ネプネプ、お話ししてないで助けてくださいです。お、そうだ、コンパを助けなきゃいけないんだった。天の声さん、あいつの弱点とか知らない？弱点はわかりません。ですがいつものネプテューヌさんなら女神化して戦えばすぐに倒せるはずです。女神化？ごめん天の声さん、私記憶喪失だから一から説明してくれるかな。夢の中から妙に会話が噛み合わないと思っていましたが、まさかネプテューヌさんが記憶喪失だなんて。困ったことに。そうなんだけど、その女神化ってのを使えばコンパを助けることができるんだよね。ですが記憶喪失のネプテューヌさんに女神化ができるのでしょうか？記憶喪失だからって諦められないよ。無理を通して道理を蹴飛ばす、それが主人公ってもんでしょ。だからお願い、力を貸して。友達を、コンパを助けたいの。わかりました、私の力でネプテューヌさんを強制的に女神化させます。それで感覚をつかんでください。オッケー。ネプテューヌさん、あなたに力を。これが私？はい、それがネプテューヌさんの真の姿です。ネプネプの姿が変わったです。すごいです、変身です。すごい、体の中から力が溢れてくる。これなら負ける気がしないわ。待ってて、コンパ、今助けるわ。私が相手をしてあげるわ。うん、遅い。やっ、やっ。そこ。余裕だったわね。死ぬ。力がみなぎってくる。まあ、こんなところね。すごいですネプネプ、あんな大きなモンスターさんをあっという間に倒したです。はあ、疲れた。お疲れ様でしたネプテューヌさん。コンパさん、怪我はありませんか？はいです、ネプネプのおかげで怪我はないです。あれ、ネプネプ、この声の人は誰ですか？どこから話しかけてるですか？ああ、この声、天の声ことイストあれなんだっけ。イストワールです。そうそう、イースン、イースン。まあイースンでもいいでしょう。ご挨拶が遅れてしまいましたね、コンパさん。イストワールと申します。イースンさんですね。これはこれは、ご丁寧にありがとうございますです。あの、コンパさん、生きてたです。逃げるよコンパ。は、はいです。やっと着いた、九死に一生です。まさか、あ
そこまでダメージを与えてまだ生きているなんて。あ、そうだ。ねえイース、さっき洞窟でこんなの拾ったんだけど何かわかる？それは鍵のかけら。私に施された封印を解くための鍵の一つです。イースンさん、封印されてるんですか？お願いです。4つの大陸に一つずつ隠されている鍵のかけらを集め、私の封印を解いてもらえませんか？別にいいけど、今みたいなモンスターと戦わなくちゃいけないんだよね。それって危なくない？とても危険な旅になるとは思います。お礼というわけではありませんが、封印を解いてくれれば記憶喪失を治してあげることができます。本当？はい。どのみちネプテューヌさんには記憶を取り戻していただかなければいけませんし。それならたとえ火の中でも水の中でも草の中でも私頑張っちゃうよ。私もお手伝いするです。記憶喪失のネプネプを一人にはできないです。ありがとうコンパ。けど学校はいいの？学校ならモンスターさんのせいで休校中なので大丈夫です。ありがとうございますお二人とも。あれあれ、イースンの声がまた聞き取りづらくなってきたよ。電波状態悪いの？鍵のかけらが持つエネルギーを媒体に話しかけていたのですが、どうやら時間のようです。大変申し訳ありませんが、鍵のかけらをよろしくお願いします。聞こえなくなっちゃった。イースン大丈夫かな？けど記憶を取り戻す手がかりが見つかったです。頑張って鍵のかけらを探すです。うん、私頑張るよ。これから旅に出るための買い物に行くんですが、一緒にどうですか？お昼は外食にしようと思うです。おお、行く行く。美味しいものが食べれるなら鉄道ゲームの貧乏神のごとくどこにだってついて行っちゃうよ。改めて見るとすごく都会って感じの街だね。プラネトゥーヌは4つの大陸の中でも一番発展している国なんですよ。あ、だからプリンっていう美味しい食べ物があるんだね。それはネプネプが知らなかっただけじゃ。おい、例の洞窟の噂聞いたか？最近発見された洞窟のことだろ。まさか森の地下にあんな洞窟があったなんてな。実はそれだけじゃないんだ。あの中にはすごい数のモンスターがいるらしいんだ。ネット掲示板ではあの洞窟こそモンスターの巣なんじゃないかってもっぱらの噂だ。おいおい、マジかよ。それなら大発見じゃん。けど調査しようにもなかなか人手が足りないらしく、ギルドに仕事を出して冒険者に依頼するのがやっとなんだそうだ。マジかよ。他の国は女神様が先頭に立ってモンスターを退治してるってのに、本当に大丈夫なのかねこの国は。ポンポン、ネプネプ、旅立つ前に一つお仕事をしてもいいですか？今の人たちが話してた洞窟の調査ってやつ？はいです。こんな私でもプラネチューヌのために、女神さんのために何かしたいんです。じゃあ今日は買い物はやめてギルドってところに行ってみよっか。いいんですか？今まではコンパが私に付き合ってくれてたんだもん。今度は私がコンパに付き合う番だよ。ギルドってどこ？はいです、ここではいろんなお仕事を受けることができるんです。洞窟の調査っぽいのは、あった、これだ。受けたい依頼を見つけたら
こうやって操作パネルに入力して、はい、これで受注完了です。慣れてるんだね。今までもギルドでお仕事してたの？今までは病院のボランティアとかお使いとか簡単なものだけで、こういったダンジョンを探索するのは初めてです。じゃあ初のダンジョン探索絶対成功させようね。はいです、二人で頑張るです。いいのかな。ネプネプ、お仕事の詳しい内容を読んでなかったんですね。細かいことは気にしないのが私のジャスティスだからね。そこは自慢するところじゃないと思うです。お仕事の内容ですけど、どんなモンスターさんがいるのかとか、怪しいところがないかを調べるんです。モンスターで思い出したんだけど、まだあの大きなモンスター生きてるんだよね。私たちよりも前に何人も調査の人たちが入ってるですから、もう倒されていると思うですよ。それなら安心したよ。もうあんなのとは二度と戦いたくないからね。
余裕だね。大打撃です。注射の時間です。楽勝楽勝。やっ、そうそう、ワク、痛いですよ。死ぬかと思ったです。どんどん強くなるです。そもそも、なんでこんなところをあんたたちみたいな子供がうろついてんのよ。子供って、あなたこそ人のこと言えないでしょ。だいたい誰？私は IF、 ゲーム業界に吹く一陣の風とでも名乗っておくわ。ポカーン。あ、あれ？ゲーム業界に吹く、なんだっけ？一陣の風よ。まあ簡単に言うと、ギルドの仕事で生計を立てながら世界中を旅している旅人みたいなものよ。で、あんたたちこそどうしてこんな危険なところに？私たちもギルドのお仕事で来てるんだ。あ、ちなみに私、ネプティアヌ。そんでもって、こっちはコンパ。コンパです、よろしくです。嘘でしょ。洞窟の調査くらい私たちだってできるもん。あのね、調査に入った人たちが何人も謎のモンスターに襲われて大怪我を負ってるのよ。え、呆れた。そんなことも調べないで仕事を受けたのね。ネプネプ、それってゲートー！
ちあいつ知ってるの？はいです。この間あのモンスターさんをネプネプがボッコボコにやっつけたんです。わわ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 わ、どうしよう。これが噂に聞くお礼参りってやつだよ。にわかに信じられない話ね。けど戦えるなら協力してもらうわ。ネプネプ、プラネトゥーヌの人たちのためにもここであのモンスターさんを倒すです。オッケー、なら最初からクライマックスで行っちゃうよ。ふう、こちらの準備はできたわ。はい？ちょっと何が起きたの？てか、でかくなってる？ネプネプはなんと変身することができるんです。そうするととーっても強くなるんですよ。どう？これなら私があいつに一度勝っていることを信じてくれる？信じるも信じないも、そんなの見せられたら信じるしかないわ。やる気満々ね。けどそれはこちらも同じよ。これ以上被害を出さないためにも今ここであなたを撃たせてもらうわ。私だって戦うです。私の番ね。一戦決めさせてもらうわ。やっやっ、怪我の治療は任せるです。お注射の時間です。痛いですよ。私の番ね。魔界将ご縁、決めさせてもらうわ。クロスコンビネーション、ワクワク、お注射の時間です。やったです。大勝利です。どんどん強くなるです。この調子でどんどん。所詮は手負いのモンスター、私の敵じゃないわ。やるじゃない。正直私一人じゃ危なかったわ。ありがとう。元は私が仕留め損なったのが原因だもの。気にしないで。にしても変身ってすごいのね。もう別人じゃない。私も初めて見た時はびっくりしたです。ああ疲れた。ネプネプ、お疲れ様です。今日もかっこよかったですよ。いやあ、そう言われるのも照れますな。ほんと同一人物なのが不思議なくらいね。あ、そうだ愛ちゃん、せっかくだし私たちのパーティーに入らない？愛ちゃん、それってもしかして私のこと？うん、 IF だから愛ちゃん、その方が可愛いでしょ。愛ちゃんか。もしかして嫌だった？昔そのあだ名でいじめられてたとか。別にそんな過去ないわよ。名前くらい好きに呼んでくれて構わないわ。じゃあ私も愛ちゃんって呼ぶです。で、話は戻るんだけど、愛ちゃんも一緒に調査しない？私たち初めてのお仕事だから、ベテランさんが一緒だと心強いんだ。いいわよ。他にどんな危険なモンスターがいるかもわからないし、数は大いに越したことはないわ。それじゃあよろしくね、愛ちゃん。え、よろしく。
なさい。邪魔よ邪魔よ。他の治療は任せるです。行くです。私待ってます。やばいです。いや私に任せなさい。討伐完了っと。誰？そこね、弱い。アクアク。痛いですよ。痛くやったです。ちょっとね。ポイだ。私の番ね。邪魔よ。逃げるので精一杯だったけど、改めて見ると意外に広いんだね。逃げる途中で迷子にならなくて本当に良かったです。そういえばあんたたちって前にもここに来たことがあるのよね。ただ歩いてるのも暇だし、あのモンスターとの因縁も含めて話してくれない？というわけなんだ。空から降ってきた記憶喪失のネプコに、天の声ことイストワール、そして鍵のかけらね。よくこんなにトラブルに巻き込まれるわね。いやそれほどでも。いや褒めてないから。私の番ね。そこね。一戦ネプネプにしてやんよ。やっ。余裕だね。余裕だね。注射の時間です。ネプネプにしてやんよ。どんどん強くなるです。ベキー、私に任せなさい。魔界将ゴーエン、ネプネプにしてやんよ。ほいだ、余裕だね。そこ、これが私の実力って。この調子でどんどん強くなるわよ。ベッキー、で、やられたいの誰？一戦
ほら、待ってました。叩き切るよ、大勝利。最初からクライマックスだよ。やられたいの誰？一点。もらった。待ってました。徹底的にやっちゃうよ。余裕だね。治療は任せるです。私が治すです。怪我の治療は任せるです。回復です。私の番ね。覚悟なさい。私のターン。ほいだ。余裕だね。患者さんはどこですか？痛くやったです。やられたいの誰？もらった。ネップネップにしてやんよ。へい。で、やられたいの誰？邪魔よ。討伐完了。さっさと終わらせて先に行くわよ。魔界将ご縁。ジャンプ。任せて。こんなやつ私に任せなさい。私一人で十分。魔界将ご縁。私のターン。そこ。アクアク。私でもできる。私の番ね。そこね。怪我の治療は任せるです。エイです。この調子でゲッチャラララ。